はい、皆さんどうもテントモです。ガンダムウォーズの実況となります。今回なんですけども、先日の超単発シーンね、この覚醒ユニコーンを見事に単発一連で引くことのできたあの超単発シーン動画の後日談のお話をね、少ししていきたいと思います。まあすぐに終わるかもしれませんが、そんなに時間はかからないとは思うんですけど、はい、というわけでね、超単発シーン動画皆様ご覧になっていただき誠にありがとうございます。非常に好評なようで、今約2日経って再生数もうすぐ1800届きそうな感じですね。あの前回のレジェンド単発一連で引き当てた動画は結局1500超えて1600いかなかったぐらいなんですけど、2日でね、あのもうそれを大きく超えております。はい、そして高評価数の方もね、まだレジェンド動画の方が若干多いかな。ただそれでももう91とか92になっておりました。そしてコメントの数もね、さっき見た時19ものコメントをいただいておりました。皆様本当にありがとうございます。で今回なんですけど、そのコメントの中から一つをね、特別に勝手ながらご紹介させていただこうかなと思っております。というのもめちゃくちゃ衝撃的なコメントで、非常にとんでもなく驚きました。はい、まあ、正確にはね、その超単発新動画についていたコメントではなくて、別の動画についてたコメントなんですけども、まあ超単発新に関わるコメント内容でございます。それでは早速衝撃コメントの方をね、ご紹介させていただこうかなと思います。とりあえずね、画面上にもね、コメント内容を映したいと思います。まあ、公開コメントであるんですけども、一応動画上は名前の方ね、伏せさせていただきます。では、読み上げていきます。こんばんは。テントモさんの奇跡。私は、単発は、引いたことなかったのですけど、単発2回でバンシーユニコーン来ました。奇跡かな。無課金ですから冗談のつもりが、ありがとうございましたとね。やばくないですかやばくないですかこれ。いや、コメントありがとうございますね。勝手にあの動画にさせてもらってるんですけども、これやばいでしょ。やばすぎ。いや、僕の単発一連も相当やばいとは思うんですけど、単発2回でバンシー、そしてユニコーン、いや恐ろしい。いや、びっくり、衝撃的すぎるというか、僕を超えましたよね僕を完全に超えてますよね。超単発心である僕を超えられてます。超単発シーンですね。いや、すさまじいですね。バンシー、そしてユニコーン、ダイヤ20でゲットって、奇跡ですね間違いなく奇跡ですよ。これ、あり得るのっていう、そんなレベルだと思うんですけど。バンシー、ユニコーン、しかも、バンシーでも、ユニコーンでもなく、バンシーユニコーンでしっかり分けて降臨しているっていうところがまたすごいですよね。いやー、これはね、とんでもないです。はい。まあ僕のね、あの動画を見た後に引いたら、神降臨したっていう報告がね、結構あるんですけど、で、あの、僕のフレンドさんも、あのグループのフレンドさんも、今回僕の動画を見るまでは、44連爆死されていて、動画を見た後に単発を引いたらドドンとね、ユニコーンが降臨したっていう、それもまたすごいことだったんですけども、それをはるかに上回るね、この方ヤバンシーですねヤバンシー、いやー、すごいし羨ましいですね。バンシーユニコーン単発2回でダイヤ20でゲット。
や本当に心からおめでとうと言わせてください。おめでとうございます。いやこの方を超えるっていうのはもう二度と現れないような気がするんですけども、はい。でもう一つね、その後のコメントがありまして、多分10年分の運を使いましたかね、後が怖いそれはねそうなりますよね。10年分の運、うん、それに匹敵するレベルの確率だと思います。うん、まあでもね、これを引いた後も、ね、いいことがもっとねあるといいですね。はい、ということでいかがだったでしょうかいやーびっくり、僕の単発一連でも衝撃的すぎたのに、単発ワンツーとバンシーユニコーンと来ちゃったんですね。いやメイクミラクル。はい、というわけで今回はこれをお伝えしたいがためのこういったことも起こりうるんだよっていう、そういった単発促進動画でございました。まあ、皆さんもレッツ単発チャレンジということで、でぜひともね、単発にトライされる前には今一度僕の単発新動画をご覧になっていただいた上 でそこで神社効果の恩恵を得た上で挑戦してもらえたらなと思います。きっと必ずや確率のバフの恩恵を得ることができるはずです。信じる者は救われる。てなわけで今回の動画はこれで以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジクジオ。